皆さんこんにちは、増田敏夫でございます。いつも私の増田チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。不思議なことには裏がある、真実があるということで、いろんなことをお話していきましたが、今日はですね、今日銀で金融政策決定会合を開かれまして、今日は最終日ですので、植田総裁の記者会見が開かれることになっておりますが、日銀の金融政策にも関係することなんですが、今日お話ししたいと思っておりますことは、この日本とアメリカの消費者物価指数のことであります。ご存知の通り、アメリカもヨーロッパも日本もこのインフレになりまして、これに取り組んできているわけなんですが、欧米の場合はですね、アメリカの FRB が中心になりまして、このインフレを抑えるためには利上げと引き締め政策という、そういうですね、政策でインフレに対処しているわけなんですね。アメリカの場合ですと、2022年、去年のですね、6月でしたかね、去年の6月、CPI 消費者物価指数がですね 9.1% まで、上がっていたわけですね。FRB も日銀もそうですが、ヨーロッパの中央銀行もそうですが、ターゲットは 2% というところへですね、持っていくという、これがターゲットになってるんですが、 9.1% ですから、ちょっと、相当ですね、インフレ率が高いということになるわけであります。それから去年の3月から FRB は利上げを続けまして、このところ3会合、3つの会合においては全部据え置きということで利上げをしてないんですが、それでもですね、1年以上にわたって利上げをしまして、アメリカの長期国債の利回り、これがですね、5.25 から 5.5% というところまで上げてきているわけであります。そこで今日ですね、アメリカのインフレに対するいろいろな対策、それから日本の方はですね、本来ならばインフレ対策としてはですね、欧米と同じように利上げあるいは引き締め政策ということになるわけなんですが、日本はですね、ちょっと欧米と経済の体質が違う関係もあってですね、日本は欧米の正反対のこの利下げどころかゼロ金利政策、それから緩和政策というのを続行しているわけですね。続行っていうのは、もともと異次元金融緩和政策というのを前の黒田日銀総裁が2013年でしたかね、2013年の4月の4日だったと思いますが、発表して以来ずっとですね、緩和政策を続けているわけであります。植田総裁になられたのが今年の4月の9日ですが、なお黒田総裁の異次元金融緩和政策を踏襲しているわけですね。若干イールドカーブコントロールという、これも一種の市場操作ですが、国債の長期国債の利回りを 0.、黒田総裁の終わりの頃は 0.5%、0.25 から 0.5% に抑えるということだったんですが、上田総裁になるとですね、この上の 0.5% っていうのを 1% まで上げるということ、ある意味では修正はしたんですが、基本的にはですね、このイールドカーブコントロールというのは踏襲していると。金融緩和政策、量的緩和政策、質的緩和政策、これ全部踏襲しているわけですね。このインフレに対する対策、戦略はですね、そういう意味では日米正反対になっているわけですね。アメリカの方は利上げ引き締め、日本の方はですね、緩和、ゼロ金利、マイナス金利政策ということですから、もう月とすっぽんぐらいですね、違う政策を取っているわけであります。緩和というのは本来ですね、通貨の量が増えるわけですから、
そうすると通貨の価値が下がる。通貨の価値が下がればですね、物の価値は変わらなくても物を表示するその通貨の金額が上がるわけなんですね。物の価値は変わらないんです。で、通貨の価値が下がれば、商品の価格が上がるという、こういうまあ一種のギミックですが、このギミックを使ってですね、黒田総裁は、ターゲットの 2% を達成しようというふうに続けてこられたんですが、突如、新型コロナその他でですね、異常なインフレになりまして、ターゲットを通り越してですね、今度は逆にですね、インフレがこのどんどんと進んでいくという状況になったわけであります。ならば当然のことなんですが、引き締め政策を取ると思いきや日銀は正反対の緩和政策を取ってきたと。この不思議なことはですね、前にもお話ししましたように日本経済の体質なんですね。日本の経済の体質というのは、まあ、日本の経済の構造から来ているものなんですが、デフレ体質なんです。つまり、供給過剰国家なんですね。で、アメリカの場合はですね、インフレ体質でして、需要が常に供給を上回るという、こういう経済体質なんです。したがって、アメリカの方でですね、インフレ対策として、利上げをするからといって、日本が同じように利上げをするとですね、ただでさえデフレ体質なんですから、そこへですね、利上げをする、あるいは引き締め政策を取るというとですね、それこそ、あっという間にですね、インフレが収まるどころかですね、2% を通り越してですね、0% マイナスにも行きかねないという、こういう、まあ、経済構造、経済体質上の問題があったわけですね。ですから、まあ、日銀は、緩和政策を取っているということなんですよ。そこで、今度はアメリカの方はですね、もう、引き締め政策、利上げ政策はもう終わりということがはっきりしまして、今度は逆に来年になるとですね、3回ぐらい利下げをするということもですね、発表されているわけですね。で、そうするとですね、今、アメリカの方の、金利が高くて日本がマイナス金利ということですから、金利差がどんどん広がる、したがって円安が進むという形なんですが、今度はですね、利上げはしないと、今度は逆に利下げをしていくということになるとですね、当然のことながら日米金利差が縮小してくるんですよ。で、日米金利差が縮小するということは円高になるということなんです。円高になるとどういうことになるかというと、当然原材料の輸入コストが下がってくるわけですね。そうすればこれが消費者物価に影響して物価も下がってくると、こういうことがですね、何もしないでもそういうことが起こるわけなんです。そこでですね、日銀がまあ今日政策決定会合を開いてるんですが、おそらく今までの政策転換するということははっきりと打ち出されると思うんですが、まあ今日はやらないと思いますが、政策転換するっていうことはマイナス金利政策をやめるということなんですよ。マイナス金利政策をやめるっていうことは今の現状でやめればですね、0.1% の利上げになるんですよ。ほっといてもですね、今どんどんと、インフレが収束しているという時にですね、利上げをしたらどうなるかということなんですよ。そうするとですね、これ下手するとまたデフレに逆戻りということなんですね。だから今の段階ではゼロ金利政策あるいはマイナス金利政策は廃止できないと思いますね。いつしかしながらこういう異常な事態になっているわけですから、日銀の金融政策も正常化しないと、今異常なわけですから、どうしても正常化しなきゃいけない。それから日銀が抱えている国債もですね、総発行額の 53% でしたかね、になってるっていうことは、これもですね、もう世界でも例のない異常な事態なんですよ。だから正常化しなきゃいけない。しかし今正常化する、すなわち今利上げをすればですね、あっという間にデフレに落ち込むというリスクがあるわけです。だから多分今日の決定会合ではマイナス金利は廃止しないと思いますね。じゃあいつするのかということなんですが、これはですね、日本の賃金がどこまで上がるかということなんですよ。賃金はこのところ30年ぶりに賃上げをしましてね、3.58%、これは全部鳴らして、業界によってみんな違うんですが、鳴らすと 3.58%
なんですよ。賃上げになってるんですよ。ところが実質金利、実質賃金ということになるとマイナス 2.3% なんですよ。これじゃあ日銀はですね、恐ろしくて利上げはできないですね。あっという間にデフレになっちゃいますから。そうすると来年の春闘を待つとですね、今、連合で、言っていることはですね、5% 以上、5.3% ぐらいまでですね、持っていくと。経団連と交渉してですね、日経連、と経営者側と談合して相談をしてですね、まあ経営者側もですね、政府から賃上げの圧力がものすごくかかって、また賃上げをした者に対するインセンティブという政策も打ち出してますから、これはもう来年の春闘はどうしても賃上げをせざるを得ないというところに来てるわけです。で、そこでですね、連合の方は 5% 以上、5.5% ぐらいのことをですね、こう言ってるわけなんですが、まあおそらく 5.23% というところで収まると思うんですね。そうするとですね、実質賃金がマイナスから今度はプラスに変わるわけなんですよ。今マイナスなんです。3.58% の名目の賃上げでは、実質賃金は 2.3% のマイナスなんですよ。で、来年ですね、5% 以上の賃上げが決まれば、実質賃金が上がりますから、日銀は安心してですね、マイナス金利政策を廃止することができる、離脱することができるわけなんです。こういう流れになってるんですよ。だから、なんでアメリカが利上げしてるのに日本はマイナス金利で緩和なのかということの理由もお分かりになったと思いますが、経済体質が違うんですね。そして今ですね、日銀はもう政策転換せざるを得ないというところに追い込まれている。しかしながら今日の会合でですね、今日の会合ではマイナス金利政策を廃止することができない。それはなぜか、賃金がまだ実質賃金がマイナスだからだということなんですね。したがって来年、まあ3月か4月になってですね、賃上げが 5. 何パーセントということで決まればですね、早速マイナス金利政策解除ということで実質利上げという形になっていくと思われます。今日の解説はこの辺で終わりといたします。